今ね、このジャガイモ、このジャガイモのね、収穫時期迎えてます。今年はちょっとちょうどね、俺が植えて葉っぱが出た頃、長雨と、日照不足によってあまり量取れませんでした。まあそれは仕方ないなと、みんな周りもそうなんで、遅く植えた人はね、まあ結構大きいの取れてるみたいなんで、あれだけどもうちはもうダメでした。で、このジャガイモに関してちょっと嫌な話を聞いたんで、ちょっとこう動画にします、お話しします、ね、でね、この動画を、動画じゃないや、ジャガイモを収穫するとき、なんだ、除草剤、収穫する直前に除草剤をかける農家さんがいるらしいんですよ、観光農法の中に。それなんでかなって話聞いたら、葉っぱをね、地上部の芋じゃなくて上の方にある地上部の草が邪魔だから、それを早く枯らせてしまうためにかけるんだって。周りの草のためじゃなくて、そのジャガイモを枯らすためにかけるんだと、ね、そういう手法を取ってる人がいると、その農家さんで、観光農法で。でね、まあそれは作業の効率性もあるし、まあ、経済性とか、ね、いろいろあるから、あるからと理解はできる、理解はできるんだけども、ね、その問題がね、これ、こういう栽培をした芋を種にすると、まあ、半分ぐらいは発芽しないっていう人もいるのね。まあ、半分はちょっと多かったけれどもね、多いと思うんだけども、要するに、この収穫した芋、まあ、これは俺の芋だから、無肥料無農薬なんで、そういうことはないですけれども、ね。そういう栽培をしたところの種芋を使うと、ここから出てきた芽に対してこの周りに残ってる除草剤が作用して芽が出ないと。まあ最初芽出る時ってさ、この北赤いだから赤いとこあるでしょ、ここが、芽出るとこなんだけども、北赤いって赤いんだけども、これちょこっと1ミリとかも、もうミクロンのサイズ、ね、目に見えないところで動いてるわけだから、そのちっちゃいところにちょこっとのその毒性っていうか、除草剤の成分で枯れてしまって芽が出ないらしいのね、で種芋農家がいつ収穫してるか分かんないけど、1年年越しして、年越ししてよ、1年じゃなくて年越しして、次の年に植えて、それでもまだ除草剤の成分が残ってるっていうことじゃない、それって、ね、成分が残ってて発芽を阻害して、なんだ、次の収穫に結びつかないということが起きるってことは、除草剤の成分が次の年になっても残ってると。でこれはね、種芋としてまずいから、種芋農家さんはやらなくなったらしいです。だけども食用の世界では、要するにスーパーに並んでる芋の中にはまだやってる人もいると、昔からやってるんだから、それはね、いいでしょってやる人もいると思うんだよね。ってことは、ということはだよ、我々がね、買って食べてるスーパーのジャガイモ、これ毒性の残った除草剤がね、付着してる可能性があるんだということだよね。それ食べてるかもしれないっていうさ、いやまあしっかり洗ってね、ゴシゴシして皮むいて食べれば、まあ問題ないかもしれないよ、いいかもしれないよ。だけどもね、それで種芋で見た時、丸ごと植えた時、それがね作用して何ヶ月も経って一冬越えて植えても残ってるっていう、そういう状況っていうか、そういう残ってるっていう事実があるわけだから、それなのにみんなが食べるものに対して使うっていうこと、俺おかしいんじゃないかなって本当に思うよ。でもいくら俺が喋ったところで、その農家さんたちは、いやまあ昔からやってんだからいいだろうがよ、うるせえなこの野郎、パンナスうるせえなこの野郎って思うかもしれないよね、思うかもしれないけれども、知ったの知ったこっちゃねえんだよ、消費者からするとさ、ね、消費者は安心してきて安全で、それを安心して食べられるものをやっぱ求めてるのよ、値段も当然だけどもね。だけどもさ、ね、だから農薬を使うな、化学肥料を使うなっていうことではなくて、ね、俺は使ってもいいと思う、だから使っても食べてるもん俺だって、それ否定しないよ、否定しないけれども、その収穫直前にね、除草剤をかけるとかやめましょうよってさ、それまでそんなことやってる人いると思ってないと思うよ、消費者の人たちだって。この沖上平の農家さんで白菜の話聞いた時、なんだっけな、その奥さんがね喋ったのが、前の日でもかけてもいい農薬があるんだよってさ、いやまあ確かにそれ
まあ、毒性が消えやすいとか弱いとか弱毒性のものだとかいうことなんだろうけれども、だけどもやはり食べる人のことを考えればそういうことはしたくないし、食べる側としてもその前日、出荷の前日、収穫の前の日にかけてるとかさ思ってないと思います。だからやっぱりね、こういうとこ生産者変わってほしいなと思います。もしその草がね邪魔だと、早く収穫したいとであれば、狩り場だけ狩ればいいじゃないね。あのグイーンってさ、草刈りでさ、釜でもいいし、それでいいじゃないって。なんで薬を使うのかなって。まあ楽だけどね、薬使うとさ、うん、だけどもやはりそうやってさ、次の年までジャガイモの表面に残ってて発芽を阻害するような、ものであればよ、人の体にだって食べた時残るし、ジャガイモを 皮のまま茹でて食べる食べ方だってあるじゃない。アヒージョとかねやったり、ジャガバタにしたりとか、皮ごとね調理してっていう人もいっぱいいると思うんだよね。そういう食べ方もあるんだってことを理解して、やはり生産者もね変えていかなきゃダメだと思うんだよね。収穫の1週間前にはもう薬は一切使わないぐらいしてもいいと思うんだよね。だけども自分が楽をしたいからとか、あの消費者どうせ分かんないだろうとかね、まああとは消費者の皆さんも安いものばかりね求めるから、そのためには労力をこっちだって省かなきゃいけないからね、そのためにそういう風なやり方に走ってるってところもありますんで、多少消費者の方にも協力していただかないとこれはねうまくいかないと思うんで、だけども消費者の人に責任転嫁した感じに聞こえるかもしれないけど、そういうことじゃなくてもね、でもとにかくさ、人の口に入るもの、その収穫の直前にかける、それはやっぱやめた方がいいと思うなと。でどれがどれだか分かんないよ。見たところでさ、俺のジャガイモ北明かりだって、観光の方の北明かりだって並べだって、どっちがどっちだか分かりません。食べてやっと分かるようなレベルなんで、見た目ではまあ分かりませんよ。だから結局のところ、俺は前から言ってる、主張してるのは、自分の食べるものは自分で作れるような、まあ3割ぐらいでもね、家庭菜園やってそういう風にできるようなこと、そしてそういう活動してればね、そういう農家さんとも出会うこと多いんでね、そういう信頼できる農家さんを探して食べ物を探してみてください、ね、まだまだありえないような生産方法してる農家さんいると思うんで、そういう話聞いたらね、またねこうやって動画にして話していきたいと思うんで、まあ、今回はジャガイモの収穫直前に除草剤をかけて、その成分が残って次の年種芋にしたら発芽がしないなんてこともあると、そのくらい残るようなことをしている農家さんもまだ不届き者がいるっていうこと、これをねちょっとお話ししました。これを変えていくためにはね、当然生産者と俺だけじゃダメなんで、消費者の皆さんにも協力してもらってね、しっかりでいかないとねいけないなと思います。今すぐどうこうすぐ即効性のある解決方法は俺は考えられないんだけども、まあ、こうやってね皆さんに発信して少しでも一人でも多く届けばいいなと思っています。まあそういうやり方をしている農家さんもいるんだと、全員じゃないし、だいぶ減ってきたらしいけれども、そういう人がまだいるんだということも覚えておいてほしいなと思います。